まあ、ここに立つため、立つことを一つの目標としてたので、まあ、すごく選ばれて嬉しい気持ちと、まあ、選ばれなかった選手がいる中で、そういった選手たちの気持ちっていうのをしっかりと組んで、そういう責任を持って戦いたいなと思います。まあ、自分はチャンスを感じて前に飛び出したり、ピンチを感じて戻ったりっていう、そのまずはハードワークっていう部分と、まあフットサルやってたので、そういう足元の技術だったりはすごく自分の武器かなというのは思ってます。小学校4年から小学6年生までの2年間です。はい、あの狭いコートの中で、まあ、すごく相手も近く感じて、まあ、展開も早いですし、そういった中でどうやって相手を剥がすかとか、相手の逆を取るかっていうのはすごく身についたかなと思います。そうですね、まあ、どっちかというと、まあ、騒がしいよりは静かなタイプだと思ってて、まあ、自分も少し人見知りでな部分もあって、まあ、話しかけるのも得意ではないんですけど、まあ、でも一人でいるのが好きなタイプです。あのアカデミーの、まあ、水戸俊介は、まあ、静岡勢でもありますし、そういうところで、まあ、普段一緒にいることは多いです。監督もはじめ、まあ、いろんな選手がすごく、まあ、楽しく明るくいれるチームかなっていうのは印象がありました。で、その中で、まあ、ムードメーカー的な存在の人もいたり、で、逆に落ち着いて、まあ、ツッコミ役じゃないですけど、そういった立場の人もいて、まあ、うまくバランスが取れていて、すごくいて楽しいチームだなっていうのは感じます。でもやっぱり、ガンバ大阪の富山商事君は、まあ、常に喋ってますし、常に、まあ、ボケてるというか、一言一言が面白いので、そういった部分でよくチームの雰囲気を盛り上げてくれてます。まあ、オランダの映像はよく、まあ、エクアドルでも見たんですけど、まあ、すごく一人個が個々の力がすごく、まあ、高いというか、一人で剥がして一人で決めてしまうような選手もいたりして、そういった部分ではすごく警戒している部分であって、アメリカは、まあ、映像は見てないんですけど、すごく強いっていうのはよく聞いてますし、そういった部分で警戒しているところでもありますし、でセネガルは一度、あの6月ぐらい、去年の6月ぐらいにドリームカップっていうので一度対戦していて、その時は初めて黒人の選手とやったんですけど、足の伸びだったり、そういうのが初体験で、その試合の中では改善することはできなかったんですけど、その印象がすごく強く残っていて、まあ、慣れたわけじゃないですけど、向こうでも一度ナイジェリアの代表と試合する機会もありますし、そういった中ではセネガルに対しての対策はできるかなと思ってます。まあ、まず自分の武器を出すっていうのはすごく、まあ、大前提の一つで、チームのために戻って、チームのためにチャンス時は前に出てっていうのをしっかりとした上で、やっぱり自分の武器に、もう一つの武器でもあるドリブルっていうのが世界でどれぐらい通用するのかっていうのと、あの世界の舞台でしっかりと、まあ、発揮できるような準備をして、どんな、まあ、試合展開でも自分の武器を出せるようなプレーができればいいなと思います。どっちかというと目立つプレーはそんなにしないと思うんですけど、まあ、よく守備でも攻撃でも走ってると思いますし、そういうボールの溜まり場だったりっていうのは自分得意としてるところでもあるので、そういった、まあ、戦う姿勢っていうのを、まあ、見ていただけたらすごく勇気とかそういうのが与えられると思うので、自分も精一杯戦ってそういう姿を見せたいなとは思います。そうですね、まあ、自分としてもチームとしてもまずベスト4っていうのが一番の目標にあって、そこには、まあ、前回の U17 のワールドカップも16で終わってしまってますし、今回の U20 のワールドカップも、まあ、16で韓国に負けたりしていて、本当に16の壁っていうのが本当にあると思ってますし、そういった部分で自分たちはその壁を越えるだけじゃなくて、その壁を越えた後もう一つ超えれれば、まあ、ベスト4目標ですけど、まずは16の突破するっていうのがこの大会での
チームとしても個人としての目標でもあります。